れも経験です。今日ですね、第2次スーパーロボット戦縛りプレイ続きやっていきましょう。戦うことできるのは女性キャラと戦艦のみ。まずは改造したいなと思います。グレートマジンガー、まあこれでいいかな。でちょっと安いところ改造して、運動性、まあもうちょっと上げたいけどね。で武器、武器はね、まあサンダーブレイクっすかね。いやブレストバーにしとく。命中プラス45、プラス45はでかいよね。いつもサンダーブレイク上げてるんですが、ブレストバーでいこうかな。はい、これでいきましょう。残り1万か。じゃあ、運動性上げとこう。はい、これで。はい、ファは休みです。厳しいね、貴重な戦力が。フォーミチル・サヤカ、あとは柔道を出します。シロッコ、あとはサラ、ここはすぐ撤退します。で、ジェルド。これすぐ動いてきたっけ？ドライセン。ドライセン結構強いよね。まあ、基本は基地で戦うんですが、まあ、とりあえずちょっとこっち行っとこう。で、フォー。こいつら動いてきそうやね。まあ左で、はい、まあこうっすかね。終了。今回は攻めの布陣で、まあ本当は修理してった方がね、よかったかもしれんですが、ちょっとグレート使いたかったんですよね。まあこの辺にしとこうか。で、とりあえず前出して、まあこの辺にしようか。終了。こいつらは無視か。じゃあ狙いたいね。
ミチルはきついね。厳しいっすよね。下げる。こいつらが、いやでもこいつらはね、まあそのまま打ってきてくれるんじゃないかなと思います。これでいきましょう。グレートは踏ん張るしかねえ。はい、行きましょう。ブレストバーンで削っていく。はい、ビーマー期間。ビームコーティングつけてあります。これ打っとこう。外したらきつい。よし、いいね。まあ大丈夫ですね。はい、終了。まずい。もうここまで来ましたね。さあブライトはまだ大丈夫です。問題はここやね。こいつ潰して、で、一回基地入りたいよね。エネルギー回復したいっすね。あとは、ここどうするか。で、こいつらも来て、まずいよ。とりあえずこれでいこう。行きましょう。削っとく。当たれ。まあ、しゃあないね。こいつがね、回復入っちゃうので、まあ、ちょっとめんどくさいよね。
でもこいつ落としたいよね。打ちます。ここは攻める。はい、終了。HP3000。 まあちょっとこっち戻しつつ、まあこの辺片付けたいよね。ここどうする？4どうするかね。こいつ一発撃ってもいいんすよ。ここまで行こうか。ちょっと下がろうか。いや、この辺にしとくか。こうします。オッケー、大活躍。一回回復して、ミチルはもういいか。ひらめき、ひらめきだけ使っとこう。はい、で撃ちます。そうやね、こっち行こうか。はい、終了。
まずは話しかける。はい、オッケー。で、ここどうするかね。基地入りたいんですが、いや、ここに置いとくか。やっぱしっかり回復しとこう。あとは J リード狙っとくか。当たればラッキー。集中しろよ。まあ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 、こいつでも削っとこうか。はい、いきます。終了。さあ、ここどうする。一発撃つか。めんどくさいよね。強い。一中かけていきますか。こっちもね。とりあえず行こうか。ナイス。400。本当にカスタだけやな。まあ山が強いよね。ちょっとこいつ削って、でブライトで行こう。
まずは邪魔な奴らを片付ける。もう柔道は戻していきましょう。まあここで引きつけた方が楽っすけどね。はい、終了。ジェリドは一気に叩きましょう。必中使いたいけど、まあちょっとやめとくか。熱血、まあ打っとこうか。で、ブレストバン使って、はい、行きましょう。撃つ。かわしたか。めんどくさいやつやな。はい、終了。さあ、ジェリド削っていこう。撃ちます。当たらんか。まあ、ちまちまやるしかないっすね。ちょっとこっち落としとくか。で、気力も上げたい。はい、終了。
こいつを狙おう。ここ一回回復して、いや、一発撃つ。おら、ハマー当たったか。時間かかるね。はい、終了。次はこいつ倒したいっすね。間違えた。まあ撃ちます。オッケー。基地に入って、はい、終了。まずはこいつ倒して、で、大事なのはここ、攻撃は集中して行え。マジか。めんどくせえやつやな。ファンネルもう尽きるんじゃない？まだか。さあ、狙いましょう。マジ？かわすね。ジェリーのめんどくさすぎるって。
攻める。ハマンから。いきます。当たれ。オッケー。攻撃。はい、終了。ここは当ててほしいね。頼むぞ。よし。さあ、あとはここ倒すだけ。とりあえずマップ駅。はい、撃ちます。てぇ。はい、当たらない。よし、行こう。攻める。ナイス。さあ、ここ当ててくれ。命中が厳しすぎる。当たれば撤退するはず。うーわ、マジか。めんどくせえな。ちょっと時間かかるので、ここからもう倍速でいきたいなと思います。
ここまで来ました。行きましょう。幸運頼むぞ。いや、必中使えばもっと楽にいけたんですけどね。当たってくれ。オッケはい、ということで4が離脱です。今回ここまで、ご視聴ありがとうございました。